どうも、バーンです。そうしましたらね、またしても3号機が墜落、クラッシュしてね、潰れてしまいましたので、今日はその修理を行っていきたいと思います。破損箇所は3箇所ですね。まず、主翼が割れているというところですね。これはグルーガンでつけようというふうに思います。もう1箇所、ギアがめげてますね。これはもうすぐ直りそうですね。はい。直りました。で、あとはエルロのリンケージが外れてるんで、これを作り直していこうというふうに思います。でね、グルーガンなんですけども、ロングノズルのねとグルーガンを使ってたんですけども、やっぱりね、温度がねやっぱ低いですね。でサラサラになりにくいんで、今日はちょっと久しぶりに100均のグルーガンを使って、接着してみたいと思います。なんかね、こっちの方がなんかトロトロのような気がしますしね、使い分けていこうというふうに思います。もちろん、ロングノズルのグルーガンをですね、ショートノズルに付け替えればいいんですけれども、グルーガンのこのノズルのところを交換するのがですね、ちょっとね、やってみないとどうにもっていうところですよね。何しろ冷えてるときは固まってるんでね。ちょっととりあえず久しぶりに今日はこの100均グルーガンでつけてみようというふうに思います。もう結構ね、サラサラに溶けてきてますよね。それではつけていくんですけれども、一発勝負いきます。ミスった。ミスりました。向こうのエルロンの方までグルーガン垂らしちゃいました。なんとかくっついてはいないけれども。しょうもないことした。アホですよね。わかります？エルロンのところにグルーガン持っちゃってるんですよ。後でね、カットする必要がありますよね。下手したらくっついてたところですよね。しかも一回はならかしてるし。まだまだ未熟ですよね。ちゅうかやっぱりここね、相当力かかりますよね。ここね。もうちょっと持っとこうか、ここね。でも結局は力かかってバキってなるんでね。まあいいや、軽くやっとこう。さて、引き続きしょうもないことをしたところをカットします。アホですよね。こんなとこグルーガン盛る必要ないのに。さて、これで気になる重量増加ですよね。測ってみます。グラムいくかな。いきそうですよね、これはね。あ、そうか、プロペラがね、半分かけてるから、プロペラも交換しないといけないですね。なので、破損した箇所は全部で4箇所ですね。あ、プロペラの予備がないな。重い方のプロペラしかない。こっちのプロペラね、2号機で使ってるプロペラなんですけども、こっちの方がちょっと重いんですよね。その代わり強いですね。
そうすると 100g 超えるな。まあ、とりあえず6月20日まではもうこれでいいか。お、100g ドンピシャですね。あと 0.1g どっかで削れば十分ということなんで、まあ、このくらいだったら十分ですね。どうせまた墜落するんで、6月20日以降は 99g 台に落とすとして、とりあえずね、この状態で6月20日までね、行っておこうというふうに思います。ただね、100g ぐらいを前後するのがね、結構ね、面倒っちゃ面倒ですよね。あと 5g ぐらいどっかで、がっつり行きたいとこなんですよね。主翼がやっぱでかいかな。エルロンの機器も十分なんで、主翼を落とすか、もうちょっと落とすかね、また検討します。まあ、今日のところはね、これで修理完了ですね。あ、エルロンのリンケージがね、できてないですね。で、エルロンね、このリンケージなんですけども、この方式はやっぱりね、良くなかったですね。このヒンジの部分の上空にあるのがいい。でもどうするか。そうすると、こう L 型のようなね、ヒンジにした方が、まあ、いっちゃいいんですけど、まあ、次のステップで、作り替えを考えております。ただまあ、現状動くっちゃ動くんで、まあ、とりあえず今回はこれでいっとこうというふうに思います。本日は以上。ではでは。